琉球ドラマナイト閑古鳥の泣く夜。今夜も始まりました閑古鳥の泣く夜。役者の神崎秀俊と作家の小原武史でお送りします。神崎さん、はい、今日はちょっとあの粟国島の神様の話したいんですけど。おお、ぜひどうぞ。粟国って行ったことあります？粟国は、ああ、いや、行ったことないですね、うん、僕も30年前にちょこっとだけ行ったんですけど。うん、そうですかね。まあ何もないというか穏やかな島だったんですけど。馬とかいるんでしたっけ？ん？粟国馬。うん、います、います。小さいね、ちょっと小さい馬ですけど、ポニーみたいなやつね。そうそうそう、はいはいはい。で、昔ですね、この粟国の島に、うん、まあ、ウランダー船。ウランダーっていうのはオランダのことで、うんうんうん、当時あの沖縄では外国船のことを全部ウランダー船って言ってたんです。ああ、言ってましたね、ウランダーね。うん、はいはいはい。どこの国かわかんないんだけど、まあとりあえず、まあヨーロッパかな、ウランダーっていうのはね、うん、まあその船が来た時に、うん、その船の外国の船員がね、うん、その鉄でできた自分たちの船をすごい誇って、はいはい、沖合にですね、衣装寺の岩っていう、まあそういう名前のついた岩礁があったんですよ。うん、で、これにぶつけても、うん、この船は全く平気だと威張ってたんですね。はいはい。で、それを見たですね、粟国のクシデイジの神様っていうのが、クシデイジ、はい、呪文を唱えたんです。はい。すると、ウランダーの船は、勝手に動き出して、うん、あっという間にですね、衣装寺の岩にぶつかって、大破してしまった。あっという間ですね。あっという間ね。で、乗組員たちは海に投げ出されて、うん、その榊汁という小島に上陸しようとしたんですけど、うんうんうん、そこの岩が割れて、また落ちてきて、うん、たった一人を残して全員溺死したと。うん、で、そのウランダ船とぶつかった衣装寺の岩っていうのはなぜか割れて、うんうん、そのまま、潮に乗ってどんどん沖合に流されていって、うん、次には渡名喜島と粟国島の真ん中あたりに流れていって、うん、はいはいはい、するとですね、今度渡名喜の神様が出てくるんですね。水の巣っていう神様が天に向かって、止まれって命じたので、うん、衣装寺の岩はその場所に留まって動かなくなったと。で、そこに岩が砂が溜まって、うん、現在ではですね、伊手砂島という美しい無人島になってるらしいんですよ。一応島になってるんだね。そう。チュラさんのオープニングに出てきた、すごい浜辺の海の綺麗な場所がこの伊手砂島なんですね。で、このクシデジの神様なんですけど、うん、どんな神様かというと、うん、目と鼻がありません。口だけなんです。はい。一応口はあるんだ。そうなんですよ。で、ですね、自分の容姿にない目と鼻という言葉を言うと大変なことが起こるんです。大変なことが起こる。はい。昔、漁師がですね、うんうん、海を見ながら、うん、今日は赤身グワ、まあ赤目という意味の魚ですね、うんうん。これがいっぱいいるなーって、何気なくつぶやいただけで、うん、急に魚が一匹も取れなくなったり、さつまいものね、種類である、花うてイウムっていうのがあるんですけど、うんうん、はい、この名前をつぶやいただけで、うん、海が荒れたと。花が入ってるから。ちょっとちっちゃい。ちっちゃい。ちっちゃいとか言ったら殺されるかもしれませんけど、まあ神様で、こういう話がちょっと粟国島にあってですね、僕今ちょっと昔の沖縄民族っていう琉大の民族研究クラブが出した冊子を、うんうんうん、今面白いからずっと見てるんですけど、はい、それに載ってるちょっと変わった話ですね。はい。目と鼻がないっていうのは何なんでしょうね。口はあるんだ。口はあるんです。これ呪文唱えないといけないからですか。はい、ちょっと見かけがね、怖いですよね。まあまあ、じゃあ、粟国では何、目と鼻はなかなか言わない方がいいですか。そう、言わない方がいいらしいです。ね、気をつけてください。そんな、魚の名前なのにね。そうね。ね、赤身グアなのに。まあ、皆さん お気をつけください。はい。今夜のお相手は神崎秀俊と小原武史でした。諸星大二郎先生が、はいはいはい、無面目っていう漫画書いてるんですけど。いいですね。混沌でしょ。そう、混沌。瞑想をし続ける神がいて、はい、のっぺらぼの神に、うん、で、なんだ、仙人二人が暇なんで、顔を描くんですよね。そうなんですよ。で、当時の皇帝の顔を描くんですよ。そしたら本当にその皇帝の偽物として暗躍するというかね。うん、まあちょっと似てるっちゃ似てるんですよ。似てますよね。口だけあるっていうのは、なんだろうね。なんかね。
ギレルモ・デルトロのね、映画で、パンズ・ラビリンスってやったんですけど、あれに目がないのかな、目がない怪物が出てくるんですけど、両手をパッて上げたら両手に目があったっていう。あの造形ちょっと思い出しましたけど。やってます。そうそうそう。P がやってますね。なんかそういう、ちょっとね、似たグロテスクさを感じるんですが、これは神様ですね、歴史的に。神様なんですか、僕ね、先輩。で、アグニの人を守ってるわけですから。守ってるんですかね。だからさ、魚の名前だけでちょっと、何も言えない。赤目。赤身。赤身か。言うだけで、災いが起こるっていう。あ、そう、さつまいものね、種類の名前。花うてゆむって、花がつくから。もうダメなんですか？海が荒れるらしいです。この花はフラワーの花でもダメなんですか？どうでしょうね。このノースの花だけ。だから花という言葉がダメなんじゃないですか。言葉がダメなのかな。名前が何でしたっけ？クシデージの神。クシデージの神。クシデージがちょっと僕も調べたんですけど、よくわからない。デージ。一デージ。一デージ、びっくりする。デージだと。くしデージ。なんでしょうね。なんでしょうね。やっぱり目と鼻、まあ、のっぺらぼうじゃ、ちょっと具合悪かったんかな。なんか話もあれですよね。口がないと呪文を唱えられないじゃないですか。まあそうですね。それで便宜上つ口がついてるんですか。なのかな。まあでもその、ちゃんと沖縄を守る神様の一人ですから。一応、守ってはくれてるんですか？守ってるんでしょうね。でも、ウーランダーの話も守ってんのかどうか分かんないですよね。あれは喧嘩を売られたから、喧嘩売られたから怒ったんでしょうね。怒ったんだね。ちょっと、怒りっぽい神様。か、まあ、沖縄の神様で怒りっぽい人多いですよ。ああ、そう。人間っぽいですからね。だからもはや神様が何なんか分かんないですよね。単に超人なんじゃないかみたいなね。で、これ出てくるのが、その、アグニーの神様だけじゃなくて、トカシキ。あ、ごめんなさい、トナキ島。トナキ島の時に、水の巣というね。水の巣。はい。僕もこれ初めて聞きましたけど。この音がまた面白いですね。水の巣。これ意味がわかんない。もしかしたら水っていうのは種類ですね、これね。あ、種類ね。水言いますもん、水。種類の巣。何でしょうね。数ですか。だから、首里の神様という意味なのかな、わからないけど。まあ、これはなんかその芝の言われ的で、まあ、まあ、でしょうね、そんな。でしょうね。うん。トナキのね。トナキのね、そう。で、この、伊勢砂島、出る砂の島って書くんですけど、めっちゃ綺麗らしいです。ここ行けるんですか？立ち入り禁止です。立ち入り禁止？はい。なぜですか？まあ、そこに宴とかあるので、島の人以外は、何か用事のない時は立ち入り禁止みたいな。まあでも住んで、無人島ですよね。無人島ですね。これどっち？トナキ島の離島というか。エリア的にはトナキだったと思うんですけどね。でも、まあ本当に中間ぐらいにあるんですよ。で、チュラさんの時のオープニングに出てきた砂浜はこれなんです。あ、そうなんですね。うん。綺麗かったかな。あ、すごいですね。だから、その、成り立ちとしては、この榊汁っていう、アグニソンに近いところにあった岩礁が、割れて流れて、そこまで行ったと。なるほど。で、その岩礁の突き出たところが残ってて、滝になってますね。島の中でね。じゃあなんか、あれとかあるんですか？祈祷じゃないけど。ガミみたいなのあったりする、どっちの島がやってるのか忘れましたけど、ありますね。あ、そうなんだ。だからまあ聖域、神様の島なんですけど、ただ本当に綺麗なので、時々こう、ボートで上陸して写真だけ撮って帰る人とかね、いますね。撮りたいでしょうね、でも。で、チュラさんで人気出ましたからね。なるほどね。まあ、船で行ってみるだけだったらいいのかな。ただ、その時に絶対海の上で、花とか、目とか言うと、帰りは保証しません。ということですね。はい。まあ、こういうローカルな神様がまだまだ沖縄にはいるので、
またね、おいおい紹介していきたいなと。そうですね。結構個性豊かな神様がいっぱいいますよね。はい。で、神様って言いますですね、300回やった時の地獄の番犬、神獣、ケロッペロスのお話させていただきましたよね。はいはい、あの時にですね、お賽銭をいただきまして。はい。どちらの方か。岩月さんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。今後とも、観光鳥の鳴く夜よろしくお願いします。よろしくお願いします。初再選ですね。はい。はい。チャリーン。ご利益がありますよね。ありますよ。ありますよ。乗っております。はい。今夜のお相手は神崎秀俊と小原武史でした。YouTube のチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローよろしくお願いします。ポッドキャストも配信中。詳しくは概要欄まで。